まずはじめに、今シーズンご支援ご声援いただきましてありがとうございます。このような結果になってしまった責任は監督である自分に全てあるというふうに思っております。本当に申し訳ありませんでした。私自身の指導者としてスタートした時のモットーが3つありまして、結果と内容とフェアプレーにこだわっていく、残念ながら結果と内容はついてこなかったですけれども、今シーズンも3年連続でフェアプレー賞を取ることができました。これは本当に選手たちが監督である私の考え方をよく理解してくれて、ファールをしないように、そしてイエローカードをもらわないようにフェアに戦うことの大切さを理解してくれた結果だというふうに思っております。来シーズンは J3 というステージでのスタートになりますけれども、1年で J2 に復帰してもらいたいというふうに思っております。ただ言葉で言うことは簡単かもしれないですけれども、本当に J3 の戦いっていうのも大変で、1年で上がってくるっていうのは本当に大変なことだと思います。こういう苦しい時ほどここにいらっしゃる皆さん、そして来られなかったサポーターの皆さん、ファンの皆さん、そしてサポート企業のパートナー企業の皆さん、行政の皆さんがやはり自分たちの北九州の自分たちのクラブだという思いで、来年厳しいシーズンをぜひ寄り添って支えてあげて、1年間ご支援いただければありがたいというふうに思っております。ぜひよろしくお願いします。そして最後になりますけれども、4年間本当にありがとうございました。本当に楽しい時間を過ごすことができました。普段の生活の中でも私西小倉に5年間住んでたんですけれども、近所のうどん屋さんのお兄さんとか、ラーメン屋さんのおじさんとか、周りの人に本当に親切に優しく接していただいて、楽しく過ごすことができました。本当にありがとうございました。私自身のモットーは、常にポジティブに、ネバーギブアップっていう、その2つを自分の人生のモットーにしてます。自分自身も、これで諦めないで、また次のチームのオファーを待って、監督を続けていきたいというふうに思っております。新スタジアムで、指揮を取れないということは残念ですけれども、また別な形かもしれないですけれども、北九州にまた戻ってきたいというふうに思っております。そして、いつかまたギラバンツで仕事をさせてもらえるように、これからしっかり自分自身もいい仕事をして頑張っていきたいというふうに思っております。本当に4年間ありがとうございました。そして最後になりますけれども、原和樹があと5点取ってくれてから4点ですね、あと4点取ってくれてたらっていうのは冗談ですけれども、おそらくこの4点は来年、20点、24点、30点彼が取ってくれて、もう1年で戻してくれると思っております。でここにいる多くの選手もおそらく残ってくれると思いますので、ぜひ皆さんで、J3 優勝して J2 へ昇格してください。私自身は立場は変わりますけれども、陰ながら応援しています。ありがとうございました。